あやかたーんとか言ってさ、あやかたーん、あやかた悪くないからねーとか言うさ、集まってくるさ、ジジイがいるわけ。うん。ジジイがいるってう今聞いてたんやけどさ。この動画のコメント欄にもそういうジジイあやかたんに手こきしてほしいジジイああ、あやかたんに手こきしてほしいんかなーって。<laughs> 手こきされたいんかなーっていうジジイが何人か来たので、金幕紙な,なら1万人以上縛ってから出直してほしいです。なるほど、ね。1万人以上も縛るんや。ノべね、ノべ。すごいな。そういうジジイのね、コメントを紹介して、とりあえず、この、切り抜き動画も終わりたいと思います。1個目。裁判の判決ちゃんと見た方がいいよ。N 国道立花さんが、執行猶予中の犯罪者で知ってて言ってるのかねはぁ、あ、はぁ、あ、高しさんは借金踏み倒し成功しそうだよ。 取り付け騒ぎはなかったみたいだよはぁはぁ、かしさんの一人芝居これが成功して、なんか俺が、あ、そうなんかなとかさ、あ、そうなんやって、判決ちゃんと見ようとか言って、ごめんなさいとか言ったらさ、お前は、あやかんに手こきしてもらえんのか残念やったね。<laughs> 俺がさ、さっきの客観的な間違いの指摘はな、俺を受けるよ、つんで。 あ、間違ってましたで。そらさ、その辺にいるさ、あやかたんとかさ、夢にゃんとかさ、大椿様みたいにさ、言い訳なんつねえよ。間違ってたくせに謝ることができない、そういうなん、とは違うから、謝っけど。 何が言いたいな、お前。い、裁判の判決ちゃんと見た方がいいよ、N 国道。N 国俺のこと言ってんの、N 国道って。俺、N 国道とはなん、NHK とは何の関係もないんですけど。綾や事件も、大津事件、いわゆる、れ、令和の大津事件 <laughs> 大津事件って何やったっけなんか、どっかの皇太子が切りつけられたやつやったっけうん、大津事件。ロシアの、ロマノフ王朝の王子かなかが,が切りつけられたんやったっけなんか忘れたけど。 令和の大津事件、も最近知って、興味持って、調べてるだけなんですけど。NHK ととは何の関係もないんですけど立花さんが執行猶予中の犯罪者って知ってていい別に知ってますけど。執行猶予中。だからなん。犯罪者かどうかなんてどうでもいいんですけど。別に、犯罪者かどうかで俺は判断してないので、お前らみたいな単純な頭してないから。そんな仮に今捕まっている翼の塔のあいつらが、まあ、起訴を、 不吉祖とかになって犯罪者じゃなくなって出てきても、俺はあいつらのことを極悪人やと思いますけど。別に、そんなもん。犯罪者が犯罪者じゃないかで別に判断しませんけど、俺が思う基準で判断するんです、極悪人かどうかは。ああた高しさんは借金踏み倒し成功し、しそうだよ。踏み倒してそう。だからこの大津彩香が、その借金も込みも受け継いだんやろ。 そうよ。その時はまあ、政治女子48か、10か、名前は、なんかその時に、それは借金も込みやでって、説明されてなったんやろコメント突してくる人って、全員日本語が不自由なのねそうですよね。ほんまだから、あやかたに手こきされたい自由はこんなもんやね。こんなもの日本語力しかないね。取り付け騒ぎはなかったみたいだよ。そこ見たいって。 お前もでも見たいっていうそういう推論しか言わへんのかい取り,げ取り付け騒ぎはなかったよって断言はできひんのかお前。ほんまに。お前は綾香んに手こきされるところを想像しながら自分でしごきながら寝ろ。次、次。大津さんが黒川を切った毅然とした対応には感心したわ。そういう経緯は立花が一切触れず逮捕された。 翼の連中と関連させる卑怯なペテンシー。えまあ、切ったのは切った。切った、毅然とした対応には関心した。まあ、それはそお前のな、感想だから別にいいんじゃないのそういう経緯は立花は一切触れず。毅然とした態度うーん。で、別にさ、あの、俺は、この動画の中で、立花さんの、もう話はせ、 立花さんのことは話に入れなあかんが入れてけど、別に立花さんがどうのこうの言う話じゃないんですけど。わかります俺は大津彩香という人間がムカつくというだけの話してるわけで、その話に立花さんが絡んでくるのは当たり前やから入れていますけど、大津彩香が、俺は大津彩香やと人間が日本で一番嫌われてると言っても過言じゃないぐらい、メにャンの5倍ぐらい鬱陶しい、 もうものすごく腹立つ人間ってことを言ってるだけなんですけど、別に立花さんがどうとかどうでもよくね、翼の連中と関連させる卑怯なペテン師、でも、仲良くやってたことは事実やね、別に。立花さんの、立花さんの証言とか関係なく、明白やんね。大津彩方がそれいそれら ある時から切ったかもしれんけどよ。それまでは仲良くやってたのは事実やんね。それを切ったからなんなん、何なんですかつるんでた時に青汁王子とかに、突活かしたよね外線の。そこに関してはどうなんですかそれで後から切ったから言って関係ないよね。そのつるんでた時はそういうことやらしてたわけやんかな。ほんま夢にやんの5倍腹立ちますよ。ほんま。マジで。これ俺の感覚なんで、そうでもないって言われたら知らないけど。うん。 次のじじい。お前もあれかあやかに、<laughs> 手こき、あれか、しばかれ、無知でしばかれたいのかお前は。うん。てこきされたいんか。まあ、それを想像して、しごきながら寝ろ。お前も。次、次の綾方に手こきされたいじじい。真実の経緯をよく確認しろ斎藤とのチャット会話の対応、今までの背景をよく認識すれば、理解できるよ。大津さんから見れば、立花一派のやり方の本質が見えてるからな。今までの背景、どこで認識できるんですか <laughs> 今までの背景とやらはどこで、俺はここもう何、一週間か二週間ぐらいの話ではあるけど、何百本とこの大津彩華関係の動画を見まくって勉強して言ってんの。それで真実の経緯をよく認識しろって、だからそれやったら真実の経緯とやらをよく認識できる何かを示していただけないですかね こういうやつってさ、なんかににに勉強しろよとか認識しろよとか言う割にはさ、何にも出してこへんもんねで。でさ、斉藤とのチャット会話の対応をどうのこうの言ってっけど、ほら、その斉藤さんと大津彩香のやりとりを見て、ズームでのな、やりてり割を見て、まあ、そら、背景とか知らんわ。そんなもん。まあ、今でこそ、まあ、なんとなくわかってるけど、背景。背景わからへんくても、大人が、その、 高等や、政党助成金をもらってるような国政政党の党首と、そこに所属している議員、その議員である斎藤さんが、党を離れるか残るかっていう重要な会話してるときに、 あんな半笑いで半切れでな。なんかまともにな。まともに会話も成り立たへんようなな。やつ人間、ええ年して30超えた ?30 超えたええ年した大人が、その時に、まともな会話もできひん。このありさまを見て、なんじゃこいつとしか思わへんの。 背景なんかどうでもええし、仮になんかそういうやり、やりあった背景があったとしても、そういう大事な、大事な会話の時、大事なことを決める会議みたいな会話の時に、そんな態度しかできひんやつ自分、自分の感情を抑えれることもできずに、なんかその感情丸出しで対応する人間、どこが、どこが評価できんねんムカつくしかないの で、曖昧なことしか言わんやろ、こういうやつってさ、立花のっぱい立の,一派のやり方の本質が見えてるけれどね。そういうこっちゃね、もう大体さ、考えてみろよ、お前。お前ら、さっきの、さっきまでのじじいもそうやけど、あの、NHK とっていうのは立花さんが作ったわけやろ、一から。それこそ、ゼロから作ったわけやろ で、そこにさ、まあさ、おちゃらけ、まあ、一種のおちゃらけやったんやろうけどさ、まあなんか若い姉ちゃん投手にしたらおもろいかな、みたいな感覚でさ、投手にしたんやろうけどさ、それでポイってなったわけだけの話やんけ、この大津彩香はさ、なんもやってないわけその党を国政政党に、 するところまでに何の加担もしてないし、ポッと、それこそ、どっかの副党首以上の棚からボタン持ちで党首っていう風になってるだけの話なの。そんなもんさ、それをさ、党首の座返してくれへんかーな、言う返せや、そんなもん。何にもしてんやつが。人間、立花さんの不,不正を暴くために党首でい,きい続けますが、あやかたん、党首やめへんで、つってさ、居座ってるわけやろ。 どこに信用が置けんねん、そんな人間のさ。返したらええないか、自分が作ったわけでもなんでもないのにさ。ほんまに。次。これで最後ですね、じじいは。今、破産犯罪人が党に借金があるかどうか精査してる最中で結果が出ていないのに、こういう動画です。よくないよ ?7 月に精査した結果、政党助成法に書かれているとり、 特別代理人選任しないで借りた債務は、党の借金と認めませんって裁判所から結果が出た場合。 こういう動画は虚偽発弾に加担してることになるよ実際にまだどれだけの債権者がいて、どれだけの借金があるって、公式に裁判所から数字出てないんでくれ。そんなもんさ。別に数字出てなくたって、債権者がいることぐらい迷惑やろか、そんなもんさ。実際に私は債権者ですって、今言っ、そんなもん言ってるだけや嘘をついてるって言われたら、そんな確認しょうがないけどさ、それはとりあえず、 ひとまず、それを信じるしかないろ。お前みたいにいちいち、そんな結果ができるまで、お前みたいに、そのちゃんとした結果が出るまで何にも言えんかったら何にも言えんよわ。この世の中。大津彩香って一応金幕死らしいけど、講座開催、縛りのしても人が集まらなかったらダメ王、ダメ女王様らしいですよ。知り合いの金幕死仲間から、リアルな情報ですね。金幕死としてはもう、 二流三流ってことですね。そういうことらしいです。まあそういうことですね。まああの、綾香さんに手こキしてほしいじじいの言うことなんて、まあ6でもないと。6、まあ、でもない女には、くでもないじじいどもが集まると。そういうことですよ。それでは、思いのほか長くなりました。10分ぐらいで済ますキーやったけど、28分も喋ってしまいましたね。じゃあ、切り抜き終わり。